久保さん今回は新しいものだけが正義じゃない。新しいものだけが正義じゃないとかにしておきましょうか。ちょっと書いてこ新しい、新しいものだけが正義じゃない。あのー、なんだ、まあ僕ね、この前その、昨日かあ、スーファミの動画アップしたら、まあ見てくれてる人がいて、いや、僕も昔やってました、みたいなね。 あのいただきましてやっぱあのまあテレビ番組とかもそうなんですけど昭和の名曲とかね未だに流れるし多分10年後も20年後も昭和の名曲って多分まあ昭和世代が生きてる限り多分コンテンツとしてはいいので多分流れるでしょうねただこれが100年後300年後になってくると昭和の名曲はさすがに流れないかもしれないですけどまあでも一部は流れるかもしれないですね昔この昭和時代っていうのがあったよみたいな。 だ結構今の世代って昭和、平成、令和で結構でもあの日本を支えてきた人ってまだ昭和だと思うんですよだ昭和の人数って多いと思うんですねでしかも昭和って、ね、平成30年でしたけど昭和の方が60年ぐらいありましたからね昭和59年だったかな僕も昭和生まれで久保さんも昭和生まれだと思うんですけどもやっぱね昭和世代って結構やっぱ昭和世代にやっぱ響くコンテンツっていうのがあって なんか新しいものって響かないんですよね。なんかそのプレステ5なんか響かないですよ、全然。まあ人によってはまあ全然違うとは思いますけど、昭和生まれでもやっぱ最新のプレステ5がいいっていう人もいるけれども、やっぱ僕とか久保さんみたいに、ちょっとその新しすぎてついていけないみたいな。<laughs> なんかあのレトロ感の映像の方がなんかいいっていうね。なんかその要は、その製品を買うんじゃなくて、 本質的には思い出を買うというか思い出に浸るというかねうんなんかそのアルバムとかもそうじゃないですかなんでアルバムを撮っとくのかっていうと昔こんなことあったねみたいなっていうのがそのなんだその時の要は価値の変動ですよねその時はただの記録なその時は写真の記録まあその時も思い出として撮ってる部分あるんだけども時が10年後20年後その思い出を見返した時にその価値っていうのは増幅してるんですよねそれは 過去の思い出思い出っていう量が増えている。まあ時間とともにその思い出の価値がどんどん増えているっていうね。懐かしいなみたいな。でもその懐かしいなって思える感情を買っている。でもそれが昨日だったら懐かしいとは思えないんですよ。懐かしいなみたいなね。昨日の出来事をね。昨日飯食ったことを懐かしいなとは思えないんですよ。でも えー、久保さんがちっちゃい頃ね、母ちゃんに作ってもらったカレーがあるんだったら、懐かしいな、みたいな。これ母ちゃんの味だ、おふくろの味だ、みたいな。うわー、みたいになるだろうし。<laughs> だからね、価値っていうのはね、ほんと面白いですよね。うん。だからここを理解していると、本当にその多種多様な価値を扱える。逆に言うと知らないと、まあこういう概,概念を知らないと扱えないので、なんですかね、まあレパートリーに、レパートリーが少ないというか。 情報発信って本当にね、いろんなことができるので、本当、ありがたいですよね、クオさんねそう。まあ、無限ですね、マジで。無限です。いってらっしゃい。